下がりなさい。足手まといです。大戦士最上級の恐怖。面白い。少し本気を見せてあげます。そうも簡単に砕けちゃう。本当につまらない。私が最強だということがよく分かったでしょう。覚悟はよろしいですか。本気を出してはどうですか。あなたの実力はこんなものではないでしょう。相手を手差し上げます。私が最強だということがよく分かったでしょう。覚悟はよろしいですか。あなた方のようなうぞうむぞうが私に勝てるとでも。面白い。少し本気を見せてあげましょう。あっ、ま、こんなものでしょう。大戦士最上級の攻撃。ま、こんなものでしょう。大変じゃん。最上級の恐怖。最後は私に頼るのですね。ま、私は最強ですから。最上級の恐怖。本気を出してはどうです。あなたの実力はこんなものではないでしょう。あっ、ま、こんなものでしょう。ま、こんなものでしょう。さあ、相手を手差し上げます。私が最強だということがよく分かったでしょう。覚悟はよろしいですか。私が本気を出す前に逃げてはどうです。大戦士最上級の恐怖。ま、こんなものでしょう。簡単に砕けちゃう。本当につまらない。ま、こんなものでしょう。さあ、相手を手差し上げます。どうも簡単に砕けちゃうとは本当につまらない。私が最強だということがよく分かったでしょう。覚悟はよろしいですか。
上がりなさい。足手まといです。面白い。少し本気を見せてあげましょう。本気を出してはどうですか。あなたの実力はこんなものではないでしょう。面白い。少し本気を見せてあげましょう。上がりなさい。足手まといです。本気を出してはどうです。あなたの実力はこんなものではないでしょう。私が最強だということがよく分かったでしょう。覚悟はよろしいですか。最上級の恐怖。つまらないですね。この程度の戦闘でも体を温めることもできます。あなた方のような無造無造が私に勝てるとも。本気を出せばどうか。あなたの実力はこんなものではないでしょう。出しては
て差し上げます。サンダルポン。私が最高だということがよく分かったです。覚悟はよろしいですか。私が本気を出す前に逃げてはどうです。本気を出してはどうです。あなたの実力はこんなものではないでしょう。あっ、私が最強だということがよく分かったでしょう。覚悟はよろしいですか。大変だ。最上級の恐怖。本気を出してはどうです。あなたの実力はこんなものではないでしょう。大変だと思いますか。最上級の恐怖。さあ相手をして差し上げます。の恐怖。まあ、こんなものでしょう。小鳥を地上に送った。間もなくそちらに着くはずだ。頼んだよ。ん、待たせたわね。おめかしした女の子と会って一言もなし。胃の一番に教えたと思ったけど。何よその言い訳。まあいいわ、許してあげる。それよりそろそろ電車の時間なんじゃないの。さあ私たちのデートを始めましょう。じっと見て。生物学的には近親相関にならないからって妹に欲情するようになったら人として末期よ。さっきも言われたろ、女の子がおしゃれをしているんだ。何も声をかけてあげないのかい。あら、ありがとう。カンナ好きあたりから褒めるように指示が出たのかしら。へえ、それは光栄ね。で、具体的にはどこが可愛いのかしら。恥ずかしげもなくよく言えるわね。でも、まあ、ありがとう。言ってるのよ。そんなこと考えてたの。
れを一緒にやらないか。あの長くて上からザーッと滑るやつだ。面白そうだぞ。私はいいわ、子供じゃあるまいし。いや、待って、やっぱり私も行く。いいわよ、ちっちゃい子。それに、なんで鬼…なんだ、小鳥、行かないのか。なら私と滑ろう。何よ、これじゃ不服なの？え？ゆえ？ああ、フラクシナスから指示が出た？こっちじゃうまくいかないから、遊園地エリアに変更ってこと？ふん、まあ構わないけど。は？何言ってるのよ。はあ、バカにすんじゃないわよ。ジェットコースターの制限って120センチとかじゃない。さすがにそんなに小さくないっての。なめるんじゃないわよ。むしろあなたの方がおしっこ漏らさないか心配ね。よく覚えていたわね。まったく。